はいさーい。はい、ということで今日は久しぶりの購入品紹介なんですけれども、こちらですね、じゃーん、 iPhone 11 Pro 買っちゃったんですよ。いやー、実は1年ちょっとぐらい前かなに iPhone X に変えたばっかだったんで、今回はスルーしようと思ってたんですけど、ツイッターとか見てたら僕も欲しくなっちゃってですね、で、まあ買っちゃったんですよね。で、冒頭で流した PV なんですけれども、あれ実はこの iPhone 11 Pro だけで撮ってるんですよね。結構クオリティ高くなかったですか？で、今回ね、この iPhone 11 Pro を買った理由としては、カメラの性能ですね。今回の、iPhone から、ちょっとレンズがね、3つになってるんですよ。iPhone Pro の方ですね。これが広角、標準、望遠っていう風に3つのレンズになってるんですよ。ちなみにね、僕の iPhone Pro、ケースが iPhone X のものなんで、こっちのね、カメラのところを自分でくり抜くっていうね、まあ新しく買えよって話なんですけど、結構これが馴染んでたんで、もうそのままここカッターで切って使っちゃってます。で、今までの iPhone だと、ズームするとデジタルズームなんで、ズームすればするほど画質っていうの落ちていったんですけれども、こちらの、望遠レンズに切り替えればね、そういった、画質の劣化などもないということで、結構面白い動画撮れるんじゃないかなと思って、買ったっていう感じです。で、まあ使ってみた結果ね、先ほどの動画見ていただいて分かる通りに、まあ映像については本当に大満足しております。写真なんかもね、ちょっとそのうち撮りたいなと思ってるんですけどね。はい、ということで、今日はですね、今先ほど流した PV どうやって撮影してるのかっていう裏側をね、お見せしたいと思います。裏側を見るのね、結構楽しいと思うので、ゆっくり見ていってください。それではどうぞ。はい、いいよ。びちょびちょやないの。ちょっと何やってんの、ちゃんまりさん。ペットボトルが柔らかくてさ、もう一回いくよ。掴んじゃった。はい、スタート。よし、いいよ。はい、ということでね、 iPhone かなり楽しんでおります。 iPhone の11 Pro で一体全体どういう写真作品とか映像作品が撮れるのかっていうのを今後もね、ちょっとやっていきたいと思いますので、面白かった方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画もお楽しみに。 See you!